どうもこんにちは、井野です。今回は2023年2月の物流ニュースをお届けします。海運市況、アメリカの労使交渉、テクノロジーについて解説をしていきます。それでは行ってみましょう。2023年コンテナ船のスクラップ市場活発化か。海上コンテナ運賃市況の下落が続く中、これまで歴史的な低水準を記録していたコンテナ船のスクラップ市場が活発化しています。ヨーロッパの海事機関調査アルファライナーによると、2023年1月時点ですでに13隻がスクラップのために売却済みで、2023年のスクラップの規模は35万 TU になると予想。これまで運賃高騰や要船量の高止まりを受け、スクラップを保留する動きもありましたが、今後新造船の竣工を控える中、マーケットの推移や環境規制の市場を後押ししていきそうとのことです。コンテナ輸送の北米航路 SC 交渉、今年は荷主がリード。日経荷主とコンテナ船社の北米航路のサービスコントラクト交渉が早くも佳境を迎えています。船社関係者からは、北米東岸向けは当初40フィートコンテナ当たり3500ドル前後を落としどころと考えていたが、それでは入札の獲得は難しいかもしれないとの声が聞かれます。コロナ禍による混乱が収束し、サプライチェーンの正常化が進む一方、これまでの好調な荷動きの反動で入居人側の過剰在庫が顕在化しています。需給が緩んだ状況で、去年までとは一転して買い手主導の交渉となっています。コンテナ運賃指数、コロナ前水準に戻る。コンテナ運賃の代表的な指数である上海航運交易所の上海発コンテナ運賃指数 SCFI が2月10日付で995ポイントとなりました。 FCFI が1000ポイントを下回るのは、新型コロナウイルス感染症が世界的に広がりを見せた2020年6月19日付以来となります。SCFI はピーク時の2022年1月には5000ポイントまで上昇したものの、サプライチェーン混乱解消と荷動きの減少もあって急速に軟化。特に昨年夏以降は荷動きの減少と合わせて急落しています。2010年代は1000ポイント前後で推移しており、これによりコロナ禍前の水準に戻る形となりました。北米西岸港湾の労使交渉再開、10月以来4ヶ月ぶり。昨年10月から中断していた北米西岸港湾の労使交渉が2月に入り再開しました。労使交渉の障害になっていたシアトル港の管轄権問題については、双方がひとまず棚上げすることで合意し、これにより労使交渉が再開したとのことです。ロサンゼルス、ロングビーチ両港の港湾労働者が作業のスローダウン作戦をし、北米西岸にまだコンテナが滞留するかもとの懸念もありましたが、そういった混乱は特にありませんでした。しかし交渉で注目されているターミナルの自動化についてはまだ議論が進んでいません。フレックスポート、ショッピファイアプリ発表、小規模輸入業者をターゲットに。アメリカのデジタルフォワーダー、フレックスポートは、ショッピファイのマーケットプレイスで、オンライン小売業者が瞬時に見積もり、予約、追跡、通関サービスを利用できるようにするためのアプリを発表しました。今回開発されたアプリは、フレックスポートの海上輸送と通関サービスをショッピファイの既存マーケットプレイスで利用可能なサービスに保管するものです。ショッピファイのマーケットプレイスには、このような国際輸送アプリのオプションがなかったため、顧客は、小積みやトラック未満の荷物の見積もりツールを多数利用できるようになります。フレックスポートは小規模な荷主に焦点を当てながらも、ショッピファイで中小企業向けに即時見積もりなど開発した機能は、大企業の顧客にも適用可能であると述べています。それでは今回のニュースの解説のコーナーです。まずはスクラップ船増加のニュースです。2022年のコンテナ船のスクラップ規模は6隻 1904TU となり、2005年以来17年ぶりの低水準を記録しました。今年は新造船の竣工により、市場に新たに240万 TU の船舶が供給されることが予想されており、船主オペレーターは今後洗礼の高い船舶を中心にスクラップを進めていくとみられています。全体の船舶量を考えると、2023年に竣工する量が240万 TU、 スクラップの予測が35万 TU です。船のスクラップに加え、船会社は船にドッグを寝かせ、不可動船で供給量をコントロールしていくでしょう。海上運賃は今が底値か、もう少し下がるかは、アメリカの景気回復が分岐点になると思います。海運のマーケットも合わせて注目です。続いては北米向けの SC のニュースをお届けしました。去年の SC の交渉は運賃よりもスペース重視で、金額はほぼ船所の言い値でした。しかし SC は高い金額で締結されたものの、スポット運賃が安くなるにつれ、 SC を結んでいてもスポット運賃を使う荷主もいました。今年に入り、海上運賃はコロナ前と同じ水準かそれ以下というケースも出てきています。一転して買い手主導となっている SC 交渉で、去年とは全く違う状況となっています。スポット運賃はコロナ前の水準で踏みとどるのか、それ以下になるのか、アメリカの景気がいつ回復してくるのか、北米の在庫状況はどうなのか、北米の労使交渉で港の自動化についての議論になった時に港がストップするのか、ここら辺を意識して情報を取っていくのがいいでしょう。
コンテナ運賃指数がコロナ前の水準に戻りました。2月10日付の航路別の運賃動向を見ると、北米西岸向けは40フィートコンテナ当たり1378ドル、北米東岸向けは2825ドル。昨年から軟化が続き、1月以降はそのスピードも緩やかですが、完全な下げ止まりには至っていません。北米東岸向けも前週比では150ドルも落ち込むなど軟化が進んでいます。欧州航路向けは北欧州向けは20フィートコンテナ当たり925ドル、地中海向けが1724ドルとなり、こちらも下落が止まりません。特に北欧州向けは2月に入って1000ドルを割り込むなど苦しい状況が続いています。北米西岸の労使交渉がやっと動き出しました。北米西岸港湾労使は昨年5月10日から交渉を開始したものの、シアトル港でのニア機器の保守修理に関する管轄権問題でストップしていました。シアトル港の保守修理の管轄権は ILW 側にあることを明記すべきと主張する組合側と、組合間の対立には踏み込まないとする使用者側の間で意見が対立していました。北米西岸港湾では小売業の過剰在庫に加え、労使交渉への不安から荷主の北米東岸への輸送ルートのシフトが未だに多くあります。西岸港湾の取扱量が低迷しており、こうした状況に不満を持つ関係者からの圧力もあり、労使交渉が再開したのではとの指摘もあります。幸いにも現時点では港の混雑はありませんが、何らかの影響を懸念し、東岸向けルートへの輸送を選択する荷主は引き続き多いかもしれません。今後の労使交渉の進展にも注目です。最後にデジタルフォワーダーとして台頭してきたフレックスポートのアプリ開発ニュースです。今回のアプリ発表はフレックスポートが全世界の従業員の約 20% を解雇したと発表し、同時に2023年にエンジニアの増員を目指すと述べた数週間後に行われました。同社は IT エンジニアの採用を増やしていたため、こういった売り買いが発生するプラットフォーマーに国際輸送のアプリとサービスを提供することで、これまで取れていなかった市場を取りに行くものと思われます。フレックスポートはフォワーディングだけでなく、総合物流としてフォワーディング以外にも注力をすると発表していました。プラットフォーム内の小規模の小売事業者を扱うことで、優位な立場で国際輸送のサービスを提供することができるようになります。これがフレックスポートのメインの方向性かどうかは分かりませんが、これまでとは違った路線でサービス展開を進めていく模様です。今回の物流ニュースはいかがだったでしょうか。海上運賃の下落、 SC 交渉、北米西岸の労使交渉の長期化など、国際輸送業界は目まぐるしく変化しています。こういう時代に国際輸送会社はどうすればよいのか。最も重要なことは自分で情報を取りに行き、自分で仮説検証をすることです。別の YouTube チャンネルであるロジラジでも定期的に情報発信をしているので、参考にしていただければと思います。今回のニュースがためになった、参考になったという方はぜひチャンネル登録、いいね、 SNS でシェアをお願いします。本日は以上です。どうもありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方や、すでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯野さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと、これから更新していく励みになりますので、何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。